早く机の下に隠れて。机の下どうして？いいから早く。なんとか一命を今週救われた感が。西野さん？し来てる安藤くんがきっと。あ、木島さんの。あれ頭なくなったんじゃなかったっけ？頭じゃないや。西野さんどういうこと？あれって何なの？小林さん、チャイムが鳴っているうちは絶対に出ちゃダメだよ。音量に変わったみんなが襲ってくるから。音量って？私たちは四季子さんに話しかけてこの闇の木造校舎に引きずり込まれたの。安藤君と内田先生、安藤君そして内田先生は殺されて怨霊になっちゃった。そんな。もしかして A 組の木島さんもいるの？木島さんって？え、元の学校だと4人いなくなったことになってるの。安藤君、内田先生、西野さん、そして A 組の木島かな子さん。木島さんはプチ家出だったって、じゃあプチ家出だって言われてたけど、多分一番初めにここへ連れ込まれたのね。神々。あ、木島さん多分合ってる。え、もう怨霊になってたよ。そうなんだ、そうなんだ。西野さん赤ジャージがちょっと可愛い。西野さんここから一緒に帰ろう。でもどうやって？ A 組のさっちゃん、なんだっけ、三倉さんでいいんだっけ、途中では、あ違う、さくらさん、さっちゃんだ、あ違う、さっちだから三倉さんです。途中ではぐれちゃったけど、一番最初の人に。さっちゃんも一応ここに連れ込まれたんだって。だからきっと帰り道を知ってるよ。本当？さっちゃんもやばいってだから、そうだよ、一緒にさっちゃんを探そう。うん、ありがとう小林さん、私のこと探しに来てくれたんだよ、くれたんだね。そうだよ、心配したんだから。うん、本当にありがとう小林さん。次の教室に移動しよう。でもこれ絶対映画化されるよ。これ地獄のチャイムはずっと鳴り続けているの。もう鳴り止むことはないんだと思う。机の下に隠れながら次の教室に行こう。放送室、あそこは鉄の扉だったから安藤君のバットでも壊せないと思う。放送室まで行こう。わかった。よし、なってるわずっと。これどうすればいいんだろうね。出たらダッシュか。やっぱり地図開けないかな今。あ、セーブできる。ここで小林瑞子、あ、会話で産地を回復することができるらしい。行くか。行くぞ。おお、来た。決定機連打で突き飛ばす。産地がなくなるとゲームオーバーです。オッケーオッケーオッケー。いいんだっけ、ちょっと待って、こっち合ってる、こっち合ってると思うよ多分。はい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 、あ、ここだ放送室。え、違ったっけ。あ、違ったかも。ちょっと待って、まあいいや、こっち行ってみようか。おお、決定機ね。はい、わかりました。おお、危ないよ。放送室を目指してください。あ、ここ行き止まりじゃん。しっかりここで隠れよう。めっちゃ見つかるじゃん。見つかるパターンもあるのね。これは用務員の人だったっけ。おおおおおお、もうどこにか、もうどこにも隠れられない。見つからない机に隠れなきゃ。そうなの？実験戻るか。もうどっちから来たっけ。ちょっと待って、え、どっか来たっけ。あ、こっちか、こっちね、こっちね、こっちね。ああ、安藤くん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 怖い。安藤くん、安藤くんが一番怖い。ちょっと待って、あ、机の中に、机の中に、ここに隠れよう。隠れる。え、嘘！新しいシステムできちゃったよ。
あ、やめろ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 。見つからない机に隠れなきゃ。見つからない机ってどこにあるんですか。これか。まあ、なんでもうここダメなのかな。もうダメなのかな、ここもうここダメなのかな。もうここダメってことだよ多分。え、こっちここなんだ。おいおいおい、どっから来たっけ。隠れられ、とりあえず隠れてみる。ほらダメだ。もうやられちゃ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 うから。これもうあとどこだ。ここだけ、ここだけ、ここ隠れる。おダメだ、もうダメなんじゃんこれ。やべ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 、ちょ、産地をこれ回復しないとやばいぞそろそろ。もう一回ちょっと違うとこ行こう、違うとこ行こう。だここでやってもダメだろ。おお出た出た出た。おお強い強い強い、こいつやばい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 。ちょちょちょ、あぶ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 、ちょ回復しよう回復しよう。話す。小林さん、さくらさんとは三倉さんか。どこではぐれちゃったの。現代の学校の廊下で3の B の青い染みに触れたら廊下が伸びて死の道ってところまでは一緒だったの。え、小林さんはしきこさんに話しかけたわけじゃないの。そういえばそうだね、どういうことだろう。あ、回復した。あ、ある程度しか回復しないんだ。あ、戻んない戻んない。どっち、こっち、こっち合ってる、こっち合ってるわけ。どこに行けばいいんだろう。これ戻ってるよね多分ね。これ戻ってね、戻ってるよな。ちょちょちょ、冷静になろう冷静になろう。こっち道あった、ないよねないよね。おお、アンドくーん。ちょっとだんだん敵が強くなってってる感があるんだけど。え、これなくない、行く場所ある。ちょっともう産地をフルに回復したいんだけど、そろそろ。あ、俺来た道を戻ってたっぽい。こっちか。おお、こいつ強力なんだよね。ダメだ、もうこれ回復しないとやられるやられる。小林さん、音量は初めは教室には入ってこなかったの。はい。だけど安藤くんがバットで教室の引き戸を壊して中に入ってくるようになっちゃった。安藤くんって野球部だったよね。西野さん付き合ってたんでしょ。あ、付き合ってた、やっぱり。うん、でも死んじゃったから。ごめん、そうだよね。すげえ回復した。あ、戻んない戻んない。ちょっとあれ、やっぱりここ、え、俺なんかぐるぐるしてない。あれ、これ最初いたとこか。あ、これ最初いたとこだよねやっぱりね。え、こ、はい、放送室目指せって言われても、え、嘘、もう止ま、これ行けなくない。だこっちに行くと、おー、安藤くーん。はい、だ こっち行くとって行き止まりでしょ。こっち行くと行き止まり、こっち行っても行き止まりなんだよ。え、どこに行けばいいわけこれ。あ、は、もうなんか迷ってんだけど、すごい。これ隠れられるかな。ここに隠れようか。隠れる。あ、よかった。セーブしよう。これ産地回復した。あー、よかった。え、なになに。来る。放送室。やめる。ちょっと放送室行きたい。放送室行こう。こっちでしょ。もう近いんじゃない。もう近いんじゃない。あ、来てる来てる。お前も来んのか。うわぁ、行くわ。階段。西野さんどうしたの。ここに上りの階段なんてなかったのに。確かになかった、放送室に行くのには。え、もしかして学校の構造が変わってるの。多分そうだよ。放送室までたどり着けるかな。行くぞ、放送室を目指してください。もうまっすぐ。おお、安藤くん、なんか安藤くんがだんだんね村上くんに見えてきた。言ってる意味はわかるかな。西野さんこっち。あ、え、しきこさん、しきこさん
西田さん、今の声って村岡四季を探す、どこだどこだ、あ違うな、お村岡さんがし、うん、ここか、いた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 、村岡さん、西野さん、よかった、ご無事だったんですね。無事じゃないよ、安藤くんが死んじゃったんだから。あんたが四季子さんを倒そう倒せとか言うから、あんな巨大な化け物を倒せるわけないでしょう。巨大？どういうことですか？村岡さんの言う通りに水を抜いたら、プールの穴から巨大な四季子さんが出てきたの。安藤くんが殺されちゃった。穴？まさかそんな。落ち着いて、西野さん、この人は誰？この人を見て落ち着いていられる人もすごいけど。私は村岡四季子、昭和44年に闇の木造校舎へ引きずり込まれた生徒です。四季子さん、四季子さんが巨大な力を持っていたのは誤算でした。すみません。でも皆さんが無事に帰るには四季子さんを倒すしかないんです。どうか元気を出してください。安藤くんが殺されたのに元気なんて出ないよ。彼氏が目の前で、待って、さっちゃん、三倉幸はここから帰れたと言ってました。三倉幸さん、村岡さん、他に帰る方法は知らないの？すいません、私には分かりません。今ハテナになったよ。どういうこと？だって知ってるはずでしょ。でもさっちゃんは四季子さんを倒さずに帰れたはずなんです。ごめんなさい、本当に分かりません。騙されてたのか。四季子さんは噂話が作り出した怨霊。もしかしたら三倉幸さんは他に帰れる方法を見つけたのかもしれませんね。それを探してみてはいかがでしょうか。どこを探せばいいの？私には分かりません。本当にすみません。嘘だろう。一番最初の村岡四季子は誰だ？え、もう訳が分かんなくなってきたんだけど。お二人ともいつまでもここにいると危ないですよ。安藤さんはバットで教室の引き戸を壊してしまいました。もういつ襲われてもおかしくありません。そうだね、西野さん、行こう。うん、何か手がかりを見つけたら私もお伝えします。どうかご無事で。消えた。ご無事でいられるかな。村岡四季子さん、四季子、今日放送室を目指してくださいと。ちょっと一回セーブとかできないわけ。ここは大丈夫そうだよね。よかった、セーフティーゾーンだった。はい、出して、ちょっと待って、3年1組階段、ちょっと待って、3年1組の方に行けばいいのか。おい、ビビらせんな。3年1組の方に行けばいいのかな。え、だって、え、階段登ってきたんだよね。3年1組の方に行けばいいんだよね。大丈夫これ。まあセーブしたしな。おお、安藤パワーがすげえ。はいはいはい、安藤くんを撃退しつつ、え、ここ大丈夫、大丈夫だ、大丈夫だ。入ってみようか一応。あ、大丈夫だ。意外と、あ、今回何個セーブできる感じ。15個。うん、まあ大丈夫でしょう。で、次は、次3の、おお、次3の2ね、3の2ね。あれ？ 3 の4。あれ？ちょっと待って。どっち行けばいいんだっけ？おおおおおお。ビビった。こっちいいのか？あれ？階段？こっちいいのかな？小林さん見て。うわ、でかっ！なんかいるの。なんかいるのっていうか、いるね。よく見て。何あれ、でかっ。
あれがしきこさんだよ。こんなでかいしき、どうすんのこれ。青い水の力であんなに大きくなったの。青い水って。やべ、でけえ。巨人、進撃、しきこさん、青い水を力の根源としてるんだって。安藤くんとプールの水を抜いたのに、なぜか音量の力が強くなったみたい。プールに青い水が溜められてたの？うん、水を抜いたはずなのになぜか逆の結果になっちゃった。おかしくない？え？青い水がなくなったのにどうしてしきこさんの力が増すの？うん、おかしいよね。それって誰が教えてくれたの？村岡さんだよ。ほら、最初の村岡しきこが本物で、後から出てきている2と3のね、今回のね、前回と今回の村岡しきこは本物の音量のしきこさんなんじゃないのっていうことでしょ、多分。さっきの壁の声かが、うん、村岡しきこだと。小林さん、まさか。村岡さん、何かおかしい気がする。そうでしょ、今は何もわからないけど、後ろに放送室まで行くよ。ちょっと今気配を感じた。行くぞ、放送室を行こう。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？よろしければコメントで感想を教えてください。あとチャンネル登録はお済みですか？チャンネル登録をしておくと最新動画や過去動画が探しやすくなりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック、スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。 Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないとお仕置きだべー。